本日はこちらの塗料でレヴォーグの内装の塗装にチャレンジしてみたいと思います。ガイアノーツさんのプレミアムブルーブラックという色です。まあ、ちょうどカーボンパドルシフトが青色でしたので、青系で何か内装仕上げていけたらと思ってる中で、あんまり鮮やかな青色よりもちょっと落ち着いた青色がないかっていうのを探してた時に、このブルーブラックっていう色がちょうど良さそうと思いまして、こちらを塗ってみることにしました。それでは塗装してみたいと思います。塗装完了しました。こんな感じです。いい感じに仕上がったと思います。遠くから見ると本当に黒色のような感じで、結構光が当たると反射して、まあ、濃いブルーのような色になってます。でここのメッキ部分は銀色だったんですけども、ここはクリアブルーでアクセントカラーに仕上げてみました。なかなかかっこよくできたと思います。こちらのパネルをこの運転席側の短い方と助手席側の長い方と塗ってみました。それでは早速取り付けてみたいと思います。